ワレンチン・プルギンことウラジーミル・ゴルベンコ。ワレンチン・ペトロビチップルギン。本名、ウラジーミル・ゴルベンコは、ソビエト連邦のジャーナリスト、詐欺師。身分と経歴を偽って、コムソモリスカヤ・プラウダ紙の軍事部副部長を務める。傍ら、一切の従軍経験がないにもかかわらず、不正に入手した勲章を身につけるなどして、軍人として何らかの秘密任務に関与しているかの、ように装っていた。 1940年、自らが冬戦争で英雄的な働きを見せた将校であるとする推薦状を偽造し、ソ連邦英雄の称号を授与された。しかし、これが新聞で報じられたことをきっかけに、身分差証が露呈し、逮捕の後に銃殺刑に処された。それにより、ソ連邦英雄の授与も取り消されている。1914年、 鉄道労働者だった父と教員だった母のもとに生を受ける。中等教育を終了する前に退学処分を受け、その後ウラル地方にて土木工学大学に入学。一年ほどで退学した後、スベルドロフスクの産業研究所を経て、レスプロムホズに職を得る。1933年、上司の金庫から5000ルーブルを盗み、窃盗について有罪判決を受ける。 1937年には再び逮捕され、窃盗、詐欺、偽造について、有罪判決を受ける。しかし、7月には、モスクワボルガウン建設現場での漏役中に脱走。他人のパスポートを盗んで写真を貼り替え、ワレンチン・ペトロビチ・プルギンなる人物になりすました。1938年の時点で、プルギンは、軍事運輸大学学生たる。 スベルドロフスク市民を装っていた。この偽の身分によって、地元の鉄道新聞に特派員として採用されたのが、ジャーナリストとしてのキャリアの始まりだった。プルギンは盗んだ軍事輸送大学の印象を用い、学長による推薦状を偽造した。その他にも高等学校の卒業証書など、多数の書類を偽造している。これらを用い、モスクワの地元鉄道新聞に採用され、 さらには、コムソモールの中央機関したる、コムソモリスカイアップラウダが見に特派員として採用された。ゴルベンコがプルギンとして周囲に語った経歴は、彼の実際の人生からは、かけ離れたものだった。曰く、彼の父は白軍に切り殺され、母は、教師として働いていた。母が死んだ後、トーマスメインリードの小説を読み、その影響で旅に出ようと思い立ったのだという。 そして赤軍での勤務、仮面スクーラリスキー及びスベルドロフスクの地方紙やモスクワ地元紙の特派員を経て現在に至るとした。1939年3月17日、コムソモリスカヤ・プラウダが身の軍事部副部長に就任した。編集部内でのプルギンは物静かな男で関わりらしい関わりを持つのは2、3人の友人の身だった。 理由を明かさず短時間姿を消すことも多かった。ある時、編集部に VP プルギンを特別活動のために派遣せよとの命令が届いた。この命令には赤軍特別活動部司令官の署名があり、確認後焼却せよとの指示も書かれていた。こうした命令に基づく出張を終えると、ある時は青い顔をして足を引きずって編集部に戻ってきたし、 頭に包帯を巻いたり、投章を負っていることもあった。プルギン自身は多くを語らなかったものの、周囲は次第に彼が何らかの特殊任務に従事しているものと信じるようになった。ある友人には、周囲には秘密にしておいてほしいと言いながら、自分が特別活動部の秘密任務に従事していると話していた。ある出張の後には不正に入手した赤旗勲章を身につけて、 編集部に現れた。他に勲章を受けた者がいなかったので、プルギンは編集部内でも英雄扱いされるようになり、若い記者や女性らは少しでもプルギンとの関わりを持とうと不信した。プルギンは家を持たず、社員寮、同僚の親が所有するダーチャ、あるいは編集部のオフィスで寝泊まりしていた。1939年7月、編集部が受け取った。 国防人民委員部からの命令書に基づいて、プルギンは、ハルハ川における日本との国境紛争の最中であった極東へと取材及び特別活動のために派遣された。当然、この命令書もプルギンが偽造したものであった。同年秋には、イルクーツクの病院から、編集部へと手紙を送っている。同年11月には、西ベラルーシ方面へと特派員として派遣される。 グロドの方面では第39師団の用紙を盗み、これを用いて編集部に手紙を書いた。また、同師団の印象もこの際に複製している。プルギンは不正に入手したレーニン勲章を二つ所持しており、一つは春葉川方面にて敵後方に浸透して橋の爆破に参加した功績、もう一つはスペイン内戦での活動に関するものだと語っていた。 特派員として派遣されてはいたものの、記事はほとんど書かなかった。実際に掲載されたのは、1939年12月5日付の、方兵トラクターの運転手を称える記事のみであり、その内容も大部分が虚偽であった。1939年12月、プルニンは、コムソモリスカヤ・プラウダミの編集部を通し、プラウダミに将軍に関するソビエト連邦。 最高会議幹部会令の提携文の印刷原版を入手できないかと依頼した。こうして手に入れた印刷原版から最高会議幹部会の印象を複製し、これを用いて自らが所持する勲章の勲記を偽造した。また、二人のオールドボリシェビキによる推薦書を滅造し、ソビート連邦共産党への入党を志願した。これを受け、 コムソモリスカヤ・プラウダ紙編集部は全会一致でプルギンの推薦を決め、彼は正式に共産党員となった。1940年1月、編集部に第39師団の用紙を用いた新しい命令書が届いた。これはプルギンを特別活動のために急ぎレニングラードへと派遣する必要があり、また3ヶ月以内に戻らなければ軍事運輸大学に、 送られたものと考えるようにと書かれていた。編集長は不自然な命令をいぶかしんだものの、結局は1月24日から4月25日の予定で出張が認められた。この期間について、プルギンはフィンランド先生へと派遣されていたと主張した。しかし、実際にはモスクワに泊まり、同僚にして詐欺仲間だった友人のアパートに寝泊まりしつつ、歓楽街に入り浸っていた。 3月、モスクワ講和条約によって冬戦争が終結する。赤軍は一応の勝利を収めたものの、甚大な損害を被りつつ、フィンランド全土の占領には至らなかった。この事実が国民の動揺や軍部の不満につながることが危惧されたため、当局ではかの戦争が英雄的な闘争であったとする宣伝の一環として、3月から数ヶ月にわたって、 多数の勲章等の授与を発表し続けることになる。これを後期と見て、プルギンはソ連邦英雄の地位を得るために動き始めた。3月、海軍人民委員部は第39師団の要旨を用いた推薦書を受け取った。これは、フィンランド白軍との戦いで勇敢と勇気を示した招待指揮官にして、コムソモリスカヤプラウダ上軍事部副部長、ワレンチン・ペトロビチ・プルギンを ソ連邦英雄に推薦するもので、プルギンの輝かしい受賞経歴にも触れられていた。これを担当した海軍人民委員部の表彰部員は、すでに勲章を複数受賞していた上、コムソモリスカヤ・プラウダが身で役職についているという人物の身元を改めて確認する必要はないと判断した。授与を最終的に決定する最高会議官部会でも、 多数ある候補者に渦漏れたプルギンに気づくものはなかった。4月21日、最高会議幹部会の命令に基づき、プルギンのフィンランド史を守る軍との戦いにおける勇敢、勇気、模範的な指揮に対し、ソ連邦英雄の称号、霊人勲章、金星明が授与された。4月22日には、コムソモリスカヤ・プラウダが網をはじめとする大手隠しで報じられた。 5月22日、ソ連邦英雄たるプルギンに関する特集記事が、コムソモリスカヤ・プラウダ紙に掲載された。記事が準備されていることを知ったとき、プルギンは、私を英雄にする必要はないと求めたものの、コムソモリスカヤ・プラウダ紙の15周年記念日が、数日後に迫る中、編集部初のソ連邦英雄という、極めて喜ばしい記事の掲載は避けられないものとなっていた。 特集記事には受賞経歴が掲載されており、ここに記載された授与番号からプルギンの勲章がいずれも彼のものではないことが明らかになった。また、掲載された顔写真から彼の正体を逃亡犯、ウラジーミル・ゴルベンコだと看破する者もいた。5月23日、ワレンチン・プルギンコとウラジーミル・ゴルベンコは、コムソモリスカヤプラウダ紙の編集部にて逮捕された。 逮捕時に一つ目の霊人勲章、友人宅の捜索中に二つ目の霊人勲章と赤旗勲章が押収された。7月20日、ソ連邦最高裁判所は最高会議官部会の命令に基づき、4月21日のソ連邦英雄授与に関する命令の取り消しを認めた。8月、ソ連邦最高裁判所軍事委員会は、プルギンこと、 ゴルベンコに銃殺による死刑を宣告し、ソ連邦英雄の称号並びに、彼が違法に帯びていた勲章の剥奪が宣言された。11月5日、原型の請願が行われたものの判決は覆らず、銃殺刑が執行された。プルギンコとゴルベンコは、4月21日から7月20日までの、およそ3ヶ月間、実際にソ連邦英雄であったことになる。また、彼は、 ソ連邦英雄の授与が取り消された最初の人物である。コムソモリスカヤプラウダ紙の編集部も最高裁軍事委員会から過失を指摘され、多くの職員が降格などの処分を受けた。詐欺仲間だったゴルベンコの友人らは投獄された。海軍人民委員部の表彰部員も処分を受けている。ありがとうございます。